どこから、はい、おいでいただきます。千葉県。千葉県なんで千葉や。千葉なんだ。千葉出身。あ、千葉出身でございます、はい、お名前は千秋でございます、はい、何千秋や。千秋です。千秋しかないのでございます。名字でございますか。名前です。名前でございます。名前やろ。いや、そんなことないで。千秋みのるとか。あ、そうか。そんなことない。岡千秋とかやるそっちでもええやね。どっちも男やろ。そして、お悩みを。はい、いろいろと終わりでございます。悩んでらっしゃるの。食べていい。いいよ、いいですよ。いや、いい。ドラマやってたんですよ。はいはいはい、ドラマやってた。さんまさんっていう人とドラマをやってた。ああ、やってたんですね。分かっております、分かっております。そしたら綺麗な女優さんはいっぱいいるの。ああ、他にどんな人がいる。内田有紀ちゃんとか高島礼子さんとか、うん、ああ、いましたいました。はい、それでね、そしたらみんなにご飯食べに行こう、焼肉食べに行こう、焼肉食べに行こうってさんまさんっていう人が言ってんの、みんなに誘ってんの、うん、で私もいいなと思って、私も行きたいです。あ、千秋ちゃんもじゃあ来ればいいって言って、なんかちょっと嫌々な感じで。嫌々なことない。千秋ちゃんと一緒にそれ焼肉食べたかったよ。何を言ってんねんな君は。そういうね、まあ、言ったはいいんですけどね、うん、そしたらずっとね、もうね、ゆきちゃん、高島さんとかにね、綺麗な顔、そんな綺麗な人がお嫁さんだったらどんなにいいだろうとか、本当に可愛いな、ねえ、ずっとずっと一回でいいから、いい、言ってんの。一回でいいからなんて教祖たるものがね。いやいや、それはさんまさんや。それはそんなこと言いましたかね、一回でいいからなんて。ずっと言ってるんですよ。そんな答えないから、あ、はいはいとか言ってるでしょ、うん、これずっと言ってんの、ね、すいません、帰っていただけませんでしょうか。何にも悩みないじゃないですか。違う、まだあるんですよ。そこから悩みが。それは私は仮にも女性なんですよ。そうですよね、同じ女性、はい、女優さんとバラエティっていう職業が違うとはいえ、いや、だってドラマ出てる間は女優じゃないですか。そうですよね、うん、同じ立場ですよ、立場同じですよ。こういったらね、もうね、ずっとね、こうやって私が千秋じゃん、私が千秋、千秋ちゃん、さんまさん、ゆきちゃんってするともうずっとこうなって、あ、こうなってるわけ。こういうテーブルなの。ゆきちゃんかわいいな、ずっと綺麗だな、もういいからいいから、もう本当にいいな、スタイルもいいし、最高やねってゆきちゃんが、そんなことさんまさん、そんなことばっかし言ってた、嘘ばっかし言って、もう本当のことやでなあ、千秋ちゃん。そこでさあ、こう食べながら、あ、そりゃそうですよ、さんまさん嘘言いませんよ。ちゃんとフォローもして、それでまた、そうやで、ずっとゆきちゃんで会話が途切れるじゃないですか、うん、そしたら、なあちゃゆきちゃん、うん、俺は本気で言ってんのよな、こう、くどいてるとかじゃなくて、本気で好きやから言ってんのよ、そういうの決まってるよな、うん、はい、そうです、そうです、ずっとそんなのばっかし。あら、私だってね、うん、女の子なんだからね、ちょっと言われたい。そうでしょ、ちょっとぐらいはね、女性としてもね。ごめん、千秋ちゃん、はい、今日初めて千秋ちゃんの気持ち分かったわ。こうされてる気持ち、つらかったよね。つらいです。でもそれはね、さんまさんもそのね、こうして仲間意識で盛り上げるためにこうおっしゃってる。みんなででも、のもう食事してるんでしょ、うん、みんなですけど、この間、うん、さんまさんから電話があったの。電話あったんじゃないですか、誘いの。電話があったんです、誘いの。たまには誘いするんじゃないですか。それで、うん、明日、急なんだけど明日空いてるか、うん、で誰が来るんですか、久しぶりにね、ドラマのみんなで遊ぼうと思うから、うん、千秋ちゃんも来てよ、うん、あ、前私がちょっとね、悲しい気持ちだったから、うん、それを分かった上で、今度私今誘ってくれたんだ、やった、うん、メンバーは誰ですか、うん、ゆきちゃんと俺と千秋ちゃん。またこれはどういうことなんですかね。これは多分2人で遊んだら、うん、やばいでしょ。いろいろね、ま、でも邪魔じゃない人が1人いたら。それは違います。それはもう帰ってください、もういいでしょ。パーセンテージだと何パーセントですか、この会話してるパーセンテージでは。95.5ぐらい。95.5。だからパーセンテージじゃない、その5の中身や大事なの。あ、あ、この何、なあちゃきちゃんばっかり。ねえちゃきちゃんで、なあちゃきちゃんの時に目で俺をフォローしろよって顔してるんですよ。ゆきちゃんに見えないように。ゆきちゃん見えないように、鋭い目、私だけしか見えない鋭い目。そんな3人だったら私なんか言ったって意味ないじゃん。誰がこんな綺麗な落ち着けんの。こんにちは、こんにちは、すいません、人がいないんで。あ、さんまさん。
そらそうだよな。そらそうだ。こんにちは。本当。すいませんね、お邪魔します。こんにちは。ちょっとね。すいません。どうもお邪魔します。いや今ね、いやダーツの旅って言うて、あの、所さんの、誰か映る人いてないかな言うて、あ、おじいちゃんすいませんね。おじいちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん。娘さんのお父さんでなしに、娘さんのお父さん、あなたは孫、あなたが孫、はい、けどしこなの、ひ孫、すいませんおばあちゃん、わあさんまさん、こんな仕事こんな仕事、こんにちは、こんにちは、ああこれひ孫さんまでいらっしゃるんだ、名前は何て言うんですか、ビートです、ビート、ビート、ビート、エリート、アスリートのリートです。リート君何歳、何歳、1歳、まだ1歳がちゃんとできるんだ、でも偉いね、もう一人隠れちゃった、あ、もう一人子供って2人での子供、はい、あら若い、いくつのお母さん、25です、あ、もう25、若い、かわいらしい、もう一人、これはお兄ちゃん、すみません、いや、もう一人のお孫さんだろ、ちょっと出ないの、申し訳ないでしょ、そんなの、ルナちゃん、ルナちゃん見る、ルナちゃん見よう、すんませんね、こんな誰でもいないから、ちょっと時間つぶしによろしいか、いやいや、せっかくもんだから、竹の井なかったら教えてないわ、すごいな、これは、すいませんね、あ、こんにちは、かわいらしい、山形の高松に食べてください、あ、すいませんね、あ、どうぞ、もう白いのはこれ何中、中にしょって、しょってないんですよ、まだ、あ、まだしゅんでないんだ、染みてないというか、あ、おばあちゃんすいませんけど、お茶入れてもらえませんか、すいませんね、なんか催促したみたいな、ママはママ今お茶入れに行ってくれて、ごめんね、君1歳なのに喋れるのも、おばあちゃんいたよ、おさ、それしか言えないの君ねえ、パパは違うの、言えない、言えない、さんまさんから山形のリンゴ、いや、すまへんな、それみんなで食べてください、ドリンゾは申し訳ないですね、リンゴ、うん、リンゴ、え、おいしいの、リンゴって、これ何、リンゴ、偉いね、リンゴって言えるんだ、これ何、難しいだろうね、レモン、違う、言われました、いや、いいとこ言えないの、これ何、お箸、これはリンゴ、これ何、パパパパでいいんですか、ねえ、すいません、そういうことになりましたんで、一つ私もバツイチですけども、あの、今後とも一つよろしくお願いします、パパはダメだ、パパダメですか、僕多分ね、君のパパより僕収入多いと思う、気持ちいいんだけど、あの、だって あのあれや、リート君が俺のことパパって言ったから、パパパパパパやもしゃあないのよ、パパやで、そうやで、パパやで、そやろ、パパリンゴ、それ僕がやるよ、いやいや、なんか感動しますね、みんな耳にしてる曲ですからね、お母さんいかがでした、本物のその方にお会いできて、こんなに方が歌ってらしたんだと思って、ね、あのそれとですね、あの全然話はちょっと違うかもしれませんけど、あの主人とあのディスコへ私行ったことがあるんです、
よくディスコに、ディスコ主人と、はい、はい、そのディスコのことを思い出しました。いや、そちらではなかったと思います、はい、あのディスコというものはね、あの楽しませていただいたのがね、ぐる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 っとね戻りました。もうええ、いや、いや、もっと言いましょう。めちゃくちゃやないか。いや、もっともっと言うてよろしいんですって、もういいです。いや、そうですか。ぜひ遊びに来てらしてください。ええねん。あ、お会いしました。ボケの大渋滞や、これは。これちょっといいですか、質問。はい、コウさんの面白さはこれ加点に入るんですか。入りません。それは全然入りません。チームですから。いやいや、替え歌の中では何にも笑い取ってません。そう、事前はアクセントとかインタビューで笑い取ってるだけですから。取らないですか。取らないですか。ちょっと今関根さんの質問聞いてたよね。DJ 講座の面白いところは、はい、点数に入るんですかって聞くから、入ります。はい、ちょ、ひじょ、入りませんと俺が言うたよね。絶対その姿勢はなんやねん、それなあ。腰が低い。すいません、1、2点はいいです。加算してもらう1、2点は